オナパルトカモメは、チドリメカモメ科に分類される鳥類の一種である。アラスカからカナダにかけての地域で繁殖し、陶器は、アメリカ合衆国、メキシコ、中央アメリカ、南アメリカ北部、西インド諸島に渡り越冬する。日本では、名鳥として、北海道、茨城県、東京都、神奈川県で記録がある。体長約34センチメートル、翼海長。 約83センチメートル。ユリカモメと外見は似ているが一回り小さい。成長夏和は,は頭部が黒く目の上下に白い縁取りがある。首から仮面は白く、背中や翼上面つらは淡や青灰色で、尾は白い。翼の仮面は初列風切り先端部に線上の黒色部がある他は全面開白色である。成長冬和は頭部が白く目の上と、 耳輪の後方に黒褐色のブチがある。死誘動色である。くちばしは黒色で、足は赤い。越冬地では、干潟や海岸近くの故障に生息する。植生は、動物食。水面上を飛び回りながら、魚類などをくちばしでつまみ上げて捕食する。他のカモメ類と異なり、樹状に枯れ枝などを利用して映像する。鳴き声は、キャッキャッ、など。上からヒメカモメ。 ゆりかもめ、西どぐかもめ、ボナパルトかもめ、ありがとうございます。